アルブレヒト4世、アルブレヒト4世は、15世紀のウェバイエルミュン変更。アルブレヒト3世の五男、ヨハン4世、ジギスムントの弟、高滑公のあだ名を持つ。聖職者になる予定だったが、長兄のヨハン4世が休止したため、時系のジギスムントと共同統治することになった。1467年に、ジギスムントが、公の座を降りて、 ダッハウに居住したので、アルブレヒト4世の単独統治となった。ジギスムントは1501年に死去、ダッハウも返還された。1486年に、レーゲンスブルクを占領し、1487年に、新生ローマ皇帝フリードリヒ3世の娘国軍で、と勝手に結婚した。激怒した、フリードリヒ三世と対立するも、義系のローマ王マクシミリアン一世の仲介で、 和睦した。チロール領主ジークムントとの紛争も解決、以後マクシミリアン一世に仕えた。1503年、登園の下バイエルン・ランツフート公ゲオルクが死去、無子のループレヒトが、相続人に指名されたことに反発し、ランツフート継承戦争を起こした。マクシミリアン一世の火星萌えでアルブレヒト四世は、この戦争に勝利し、ゲオルクの医療の大半を獲得して、 バイエルンを統一した。以後のバイエルンの分裂を防ぐため、1506年に分割相続を禁止した布告を発布した。1508年のアルブレヒト4世の死後、長男のビルヘルム4世が相続したが、1516年に次男のルートビヒ10世も相続権を主張して、兄に共同統治を認めさせた。1545年のルートビヒ10世の死によって、バイエルンは、 再統一され、以後調子単独相続として続いていく。ありがとうございます。